もってもらった放送の 時刻は朝10時になりました。この時間は FM 小座セーフティラジオあなたの生活に安心をです。この時間は FM 小座より防災防犯情報番組をお届けいたします。お相手は FM 小座本山です。はい、この番組はですね防災防犯情報番組っていうことなんですけれども、今日はですねより 皆さんが聞いてくれているかなと思っています、えー。今日の朝ですね、東北の方で大きな地震がありました。えっ、ー、とですね、やっぱり離れているといきなりこう何が起きているのかわからないっていう情報からテレビとかを見たりして、どんどんこうラジオとかを聞いたりして情報を把握していくっていう形だったんですけれども。 皆さんはまず何ででその地震があったったたていううことを知りましたでしょうか私は正直ですね最近あまりテレビを見ていなくて朝ですね起きてツイッターっていうあの SNS を見ていたんですよね。でそしたらすごくこの情報地震の情報が入ってきていてどういうことどういうことと思ってネットで調べてテレビつけてラジオつけてっていう感じで。 情報を確認したんですけれどもそうですねえっ、ー、とネットのニュースで上がっていますので少し紹介させていただきます。今日午前5時59分ごろ福島県沖を震源とする地震があり福島茨城栃木各県で震度5弱の揺れを観測したということです。そして この地震、津波が発生しておりまして、今現在もまだ警報が発令されているということです。先ほど、そうですね。ネットを見ていましたら、あの宮城県では一メートル四十センチの津波が観測されたということでして、まだまだ大きくなる可能性があるということなので、皆さん、あの東北の方、は本当に気をつけてほしいなと思います。 はい。ということでですね、今週のこの時間30分、少し地震や津波についてお話ししていきたいと思います。えー、皆さんも情報などありましたら教えてください。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p ファックスは098-934-8653。 098-934-8653です。また、FM コザでは Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。コメントなどもお待ちしております。よろしくお願いします。それではこれから30分、FM コザセーフティーラジオ、あなたの生活に安心をお届けします。 この時間は FM コザのスタジオより FM コザセーフティーラジオあなたの生活に安心をお届けしております。えー、まずこの時間は沖縄市海宝町自治会、小社自治会、ヒアゴン自治会からのお知らせです。来年2月28日日曜日、防災訓練を行います。いざという時に備えて地域での防災訓練はとても重要です。 住んでいる地域によって災害に種類、それに伴う訓練放送などは異なります。そのためにも訓練などで避難場所や避難路の確認をする必要があります。また、地域の方々と普段からコミュニケーションを図り、協力し合える関係性を持てるようにしたいものです。対象地域の方々は、ご家族でのご参加をお願いいたします。 各自治体によって訓練開始時間や内容は異なります。詳しくは各自治会にお問い合わせください。お問い合わせ先は、解放庁自治会938-4950938-4950小社自治会938-3911938-3911 ヒアゴン自治会は932-8950932-8950です。繰り返します。来年2月28日日曜日、防災訓練を行います。いざという時に備えて、地域での防災訓練はとても重要です。住んでいる地域によって災害に種類、それに伴う 訓練放送などは異なります。そのためにも訓練などで避難場所や避難路の確認をする必要があります。また、地域の方々と普段からコミュニケーションを図り、協力し合える関係性を持てるようにしたいものです。対象地域の方々は、ご家族でのご参加をお願いいたします。各自治会、各自治体によって、 訓練開始時間や内容は異なります。詳しくは各自治会にお問い合わせください。お問い合わせ先は、解放庁自治体、解放庁自治会、938-4950、938-4950、古社自治会、938-3911、938-3911、ヘアゴン自治会は、 932-8950、932-8950になります。以上、沖縄市海宝町自治会、小社自治会、ヒアゴン自治会からのお知らせでした。 それではですね、この時間、えー、と冒頭にもお話しした通り、ちょっと地震や津波についてお話をしていきたいと思います。えっ、ー、とですね、まず、今回の地震で話題になっているのが、えー、5年前になりますね、東日本大震災のお話なんですけれども、当時ですね、私は新潟県に住んでおりまして、 その地震もでですねそそのの新潟県でちょっと体験ししていましたでその時にですね結構新潟県は地震が多いところなんですけどもあの時東日本大震災の時はすごくなんか揺れがちょっと違いまして普段はこう揺れて収まる感じなんですけどあのー、あの時はですねすごいゆっくり。 えてとなんゃなう,うちゃんと揺れてからすごい収まるまでが長くてですゆっくりなんか横に揺れる感じがありましたでえっ、ー、と今日ですねその私は朝ツイッターを見てたんですけど栃木に住んでいる方その震源から少し離れている方がやっぱりそんなような揺れを体験したらしくてこういうなんかゆっくりした横揺れというかで幅広い 地域に伝わる揺れの場合そして震源が浅い場合今回1 0キロだそうなんですけどそんな時はやっぱり津波が起きてしまうんだなってちょっと感じました。でそれでですねえっ、ー、とそうですね私はその結構ツイッターが本当に情報収入源の今メインになっていまして。 そういう方ももしかしたら他にもいるかなっていうか多いかなって思うんですね特にこう私たちのような20代とか30代の方とかってテレビよりかはこう空いてる時間に携帯で確認するっていうのが多いかなって思うんですけどえっ、ー、とですねこのツイッターいろんな情報がでも回ってしまうんですね。本当に正しいか正ししいいかかくな わからないような情報も回ってしまっておりましていざっていう時にそういうのを信じていいかっていう判断もまた自分で決めるものだと思うんですね。でそんな時ですねこう例えば私は今フォローしている人たちこうその人の情報を見ている人たちが本当に正しいのかっていうことをこう当てはめて今確認をしています。ので 実際にあこの2人は違うことを言ってるけどこっちが正しかったっていう知識があればいざってなった時に私はこっちを信じようっていう判断基準にもなるかなって思っていましてでまたこの Twitter の使い方もちょっと問題になってくるかなって思うんですよね。それは何でかって言いますと こう実際の被災地に行ったことがある人と行ったことがない人って発信すすることとが違うと思う思んですね例えば行ったことがない人っていうのは「頑張れ」とか「応援」を今の時点でこう何て言うんだろうなメッセージとして発信しているんですけれども実際のその現場を知っている人は今そういうことは言わなくて。 例えばこう津波警報が出てますっていう情報にしても、えっと、インターネットにつなぐと携帯って電池を使っちゃうんですよね。のでそのツイッターのこう発信するところにテレビの写真テレビの画面とかを写真に撮ったりこう携帯の画面をスクリーンショットってそのまま写真に撮るものをしたりして画像を貼り付けているんですね。 でそういうのがやっぱりこうたくさん情報が入ってくる人にとっては見やすかったり分かりやすかったりするなっていうふうに思っていまして今この地震揺れが収まるまではそういう情報の方が良かったりするのかなっていうのを思います。でそれでですね私がこう見ていた朝の情報ですね少し紹介したいなって思うんですけれども。 えと地震が起きた当時はまずは身の安全を確保してください安全が確保できたらテレビやラジオなどで最新の情報を確認してくださいと書いていましてそして、えー、とエレベーターに閉じ込められた方は慌てずにエレベーター内のインターホンや携帯電話で外部と連絡を取ってください。 カゴの外に出ることは危険です。ドアをこじ開けようとはしないでください。また天井からの脱出も試みないでください。というのを見たんですけれども、私これを見た時にすごくびっくりして、ドアをこじ開けようとしないでください。また天井からの脱出も試みないでください。って、そんなことするのかなって思うんですけど、いざ自分が閉じ込められてしまったら、 やっぱりそういうことをしてでも逃げようかなって思うんだろうなって思いましたね。そしてその後は津波が来るのですぐ逃げてくださいっていう情報が相次ぎましたね。全部それ書いてあってはいそうですね。であの NHK の生活防災のこのなんてアカウントっていうのがありまして その方々は東日本大震災を思い出してください。命を守るために高いところに逃げてください。周りの人にも避難を呼びかけてください。っていうですねものがあったり、不要な電話は控えてください。近くに公衆電話があれば公衆電話の方がつながりやすいです。というものがあったり。 津波、引き潮が発生しているのでこのあと必ず地震が来ますっていう情報があったりで、えっとさえ1時間前ですね津波警報が解除されるまでは避難を続けてください東日本大震災の時にはもう大丈夫だと思って家に戻ったり家族を迎えに行ったりして津波に巻き込まれて命を落とした方もいました。 津波は第2波第3波の方がさらに高い波になることがありますので油断しないでくださいっていう言葉もあったりですねそうなんだと思いましたでそれでですね私実際東日本大震災のあと今年の2月、まあ、その当時からは5年後になるんですけれども地震で大きな被害に遭いました宮城県の石巻というところに実際にちょっと見に行ったりもしまして と今回も石巻に大きい津波がそうです、ね、来ているということであそこに来てしまったらっていう,こう想像ができることがですねちょっと悲しかったりなんか不思議な感じがしましたそうですねとコメントもですねたくさんいただいております、えー、レナさん AKB ファンさん白子さんおはようございます そして白子さんは東日本大震災の時はあまりにも揺れている時間が長くて世界の終わりを感じた瞬間だったその日の夜は停電で外は真っ暗だったということですねそうですね本当にあの当時その現場宮城県とかにいた方はまず何が起こっているのかわからないっていうことを聞きました私はそうですね えーとまたちょっとですね一曲挟んでそんなお話私が実際に見てきたお話をしたいなと思います今回福島県の地震ということで私が頭に浮かぶアーティスト音楽が大好きなのでアーティストさんで考えるんですけど福島県はサンボマスターに片平里奈さんにグリーンさんですねその中で今日はサンボマスターさんの「できっこないをやらなくちゃ」流したいと思います すごくあの皆さんにもできることがあると思うのでぜひぜひやることを見つけたらやってみてください。では「サンボマスターできっこない」をやらなくちゃ お送りしましたのは「サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ」でしたそれではお送りしておりますのは「FM コザーセーフティーラジオあなたの生活に安心を」ですがえーとですねそうですねでは。 私がですね、石巻に行ってきたときのお話を少ししたいなと思います。えっ、ー、とですね、なぜ石巻に行ったかっていうことなんですけれども、その震災があってから、えっ、ー、と、そうですね、震災当時は新潟県にいたんですけれども、ちょっとその現地に行かないままに私は沖縄に移住してきてしまいまして、で沖縄に移住してから、 東京から東京とか京都とか関西からなんか毎週のように物資とかを運んでいる人の話とかを当時毎週のように通って物資とかを運んだっていう人の話現地に通ったっていう人の話を聞いて私はちょっと近くにいたのに何もしていなかったなっていう後悔がすごく大きくて今ですねこういう離れた沖縄からできることをですねできるだけやろうと思っています。 で、多分ですね、今回、また被害が多いのでそういう県外の人の助けがとても重要になっていくと思うんですけどあちょっと一ノ牧の話じゃなくなっちゃったんですけど <laughs> すいません。<laughs> そうですね、あの今、多分必要としているのはそうですね、避難所生活になる方が多いと思うので食料、飲料大事だと思います。けど、その… 沖縄は送料の方が高いですよね。って思ったら多分ですね沖縄の方は一番募金がいいのかなと思っています。またそういういですねチャリティーなどありままししたたらぜひぜひ参加していいだければと思いますであのそうですね石巻に行った話残りわずかなんですけどえっ、ー、とですねまず今年2月に行ったんですけど道路の横にですね海がある地域があるんですね。 で石巻市って言っても本当にこの沖縄市から名護くらいまであるところも全部石巻市なのでもうなんかですねどこを基準にしているのかもわからないですしすごく範囲が幅広いんですね。で、えっと、そんなすごく奥まったところまで私は行ってきたんですけどそういう海が道路横にある地域もあって。 でその防波堤が今年2月にまだまだ建設中だったんですよだからですね想像するにまだあれ間に合ってないんじゃないかなって思うんですけどうんどうだったんですかねあのでもですねその海沿いの地域えっ、ー、とですねトタンの家とかいっぱいあるんですけどそういう壁にですねボランティアの皆さんありがとう私たちはここで生きていきますとか ペンキで塗ったりとかしてすっごいすっごい生命力があふれてる街だなって思って私は大好きになったんですねのでまた行きたいなって思っているんですけど今年行けたら今年行けなければ来年また行きたいなと思っています皆さんもですね是非その現地に行った時地域の人の強さっていうか優しさ みたいのを感じたらまたですね自分のやる気力も変わってくると思うのでぜひそういうものに関わってみてほしいなとも思っていますえー、そうですねそれではですね本当に皆さんがこう、うん、被害はやっぱり出てしまうのはもう 止められないんですけど、その後、どれだけ助け合えるか、そしてそれにどれだけ協力できるか、ということを私も頑張っていきたいなと思います。それでは今週もお届けしました。FM コザセーフティラジオ、あなたの生活に安心を。お相手は FM コザ元山でした。それではまた来週、このゲストさんお招きして、安全について。 私たちの街について聞いていきたいと思います。また来週お付き合いください。ありがとうございました。さよなら。